今月初めにオハイオ州で起きた貨物列車の脱線事故の影響で、付近に水質汚染が確認され、住民の不安が高まっています。今月3日、オハイオ州のイーストパレスティンで、有毒な化学物質を積んだ貨物列車が脱線し、一部が爆発・炎上した事故で、付近に水質汚染が確認されました。14日火曜日、オハイオ州の天然資源局は、 事故の現場付近の小川がおよそ12キロにわたり汚染され少なくとも3500匹の魚が死んだと発表しました3日の事故以来死んだ魚の数が増加した形跡はないとしていますまた一部の住民によりますと猫やニワトリも死んだということです小川近くの住民はその影響を撮影していました I think 脱線事故を起こした列車は発がん性物質である塩化ビニルを含む化学物質を積んでおり有害な物質が空中に放出されたとして事故後、およそ5000人の住民が避難していました。事故から5日日後の今月8日に 空気と水の安全が確認できたとして、住民の避難命令が解除されていました。しかし、十四日火曜日、オハイオ州のデワイン知事は、市販の飲料水を利用するよう住民に呼びかけました。 州当局によりますと、水を汚染しているのは塩化ビニールではなく、燃焼により発生した汚染物質だということです。事故現場近くに住む人は、家に戻るのが怖いといいます。 映画にもなったカリフォルニア州の汚染水問題の訴訟で知られるエリン・ブロコビッチ氏は住民のために政府が動くよう求めました。So、体調不良を訴える住民もいてデワイン知事は HHS 保健福祉省や CDC ・疾病対策センターに協力を求めています。